お元気様です。久留米市手術の平です。本日は、九州工業大学の推薦試験を受けに行ったときに、まあ、面接試験で、数学の問題を解かされたというような、教え子の話をしたいと思います。で、まあ、その前に、最近こう、いろいろと、まあ、小池都知事とかが横文字を使ってるとですね、そういうのが、まあ、けしからんみたいな感じで、メディアとかが、まあ、なんか、騒いでいる一部のメディアとかがあるみたいなのでですね、まあ、一応その辺のことも話をしておきたいと思います。最初に触れてですね、で、学びエイド、まあ、1ヶ月定額制、1万円です。それからオンラインの家庭教師1ヶ月定額制で、1万円ですよということでやっております。はい、ということで本日の内容ですけれども、まあ、現代文の入試問題とかでですね、まあ、まあ英語なんかもそうだとは思うんですけれども、まあ、カタカナの言葉、外来語ですね、そういったのがよく使われるっていうようなことですね。はい、ということでおすすめ動画、それから、九州工業大学の推薦の数学というようなことで、まあ、この3本でいきます。はい、さあ、ちょっと前置きが長くなるかもしれませんけども、まあ、なんちゅうかですね、まあ、日本という国はもう結論からいくと世界第3位の移民大国になってるみたいなんですよね。移民の受け入れ数からすると、日本は世界で3番目に外国人を受け入れています。要するにもう、日本はもう外国人だらけなんですよ。だから、小池都知事とかは、まあ、その、特に東京は密集してますからね、外国人が。まあ、外国人に世界共通語である、テレワークだとか、リモートワークだとか、もう、横文字を使って説明すると。いうふうな形で、もう日本人は相手にしないっていうことですね。日本語は使わないっていうことですね。はい。もう日本人は少数になってきているということです。外国人の方が日本は多くなってくるっていうことですね。だから、もうこういうふうな流れになってるんだよと。で、そういうふうな流れに逆らって、ね、外国人に合わせるのは嫌だとかですね。外国人に合わせてもう横文字だらけになるっていうか、もう日本人、その最近の4技能なんかそうですよね。とにかく外国人だらけの日本になるんだから、日本人は、英語で喋れと、ですね。日本語を使うなということですね。テレワークとかリモートワークとか、横文字を使えと、英語を使えと。日本はもう日本人のものじゃないんだぞと、ですね。そういうふうなことがもう今流れになっているということです。だから、まあそういうふうな横文字、カタカナ語っていうのはもう大学入試いっぱい出てきますから、これからですね。まあ、学びエイドで、うちが使っている学びエイドでいうところの、河合塾の佐藤先生なんかの現代文とかですね、受けてもらったら分かると思うんですよ。大学入試の現代文とか横文字だらけです。ね、まあそういうふうな話が出てくるっていうのは、日本人のアイデンティティがですね、おかしくなるとかいうふうな意味で、まあ、存在意識が、まあ、おかしくなるっていうようなことが、そういう記事で書いてあるっていうことでしょうかですね。まあ、そういうものは日本人のエゴですよと、利己主義じゃないかということですね。もう日本は外国人がいっぱいいるんだから、もう世界最強の移民大国になったわけですから、日本はですね、もう外国人の外国人による外国人のための日本になったわけですから、日本人がそういうことを言うのはエゴですよと、日本語は禁止というような感じですね、もなってきているわけで、イデオロギーですね、まあ、そういうなおかしなことを言うのはイデオロギーが原因ではないかというね、歴史的、社会的、政治的な立場の考え方が原因になってんじゃねえのというようなことですね。まあ、日本という国は、今の日本というのはグローバル社会になってきたと。世界的な社会になってきたということですね。外国人をどんどん受け入れる。まあ、当然コロナウイルスもたくさん同時に受け入れるということで、まあなんかアメリカ軍基地があるようなところで特にコロナが強烈だっていうことで、まあ、アメリカ軍の兵士たちがアメリカからたくさんコロナウイルスを持ち込んでるっていう説もありますわな、うん、そんな外国人は国際空港で今日本には入り込んできてないのに、一体全体沖縄とかですね、何なんだと、まあ、沖縄には米軍基地があって、米軍基地にアメリカ人がコロナ持ち込んで、それでそのまま沖縄の夜の街に遊びに繰り出していくんだから、まあ、沖縄ですごいことになっているということですね。東京とか、まあ、そういった原因があるんでしょう。はい、というようなことでですね、グローバル社会になってきてるんだから、外国人やコロナが疫病がどんどん入ってくるんだよと、そういう世界的な社会になったんだよということで、まあ、そういうような記事が出てくるっていうのはですね、まあ、
小池都知事のそういうふうな横文字はけしからんというような、そういう記事のコンテクスト文脈がちょっとおかしいんじゃないかというですね、はい、そういうようなことを言う記事の文脈自体はおかしいんじゃないかと、コンテクストだよと、ねね、日本人のそういうふうなステレオタイプの考え方が記事になってしまってるんじゃないのかと、画一的な発想の行動ですね、画一的発想や行動ということですね。まあ、そういうふうな横文字はバンバン入試で出てきますからね。だからもう横文字が入試でいっぱい出てきているのは、これから日本という国は日本人よりも外国人の方が多くなってくるっていうふうなことなんですよ。まあ、それだけ疫病も流行りやすいということではあります。ね。はい。よろしいでしょうか。もう外国人を受け入れるということは日本のもう方針ですから。それだけ疫病もコロナなど大量に受け入れるということが日本の方針ですから。外国からどん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 入り込んできます。ね。はい。ということで、おすすめ動画です。23番とかこういう13番とかすごくこう上がってるわけですよね。古い動画なので、最近の動画なんちゅうのはもう千何百回とか見てもらってるんですけれども、これらは9回から15回しか見てもらってないという、ちょっともったいないのでですね、ぜひ興味があったら見てもらってください。この3番の小説12点で東大に合格したとか、古文が19点で、国立医学部合格したとか、かなり最近人気です。から理系の勉強順ですね、この13番も結構人気です。番号振ってますからですね、私の動画には。13番と3番なんかですね、ここにある番号のやつは、もう 50% から 60% の人が最後まで見てくれているので、ぜひよろしくお願いします。74番の動画とかですね、最近上げた74番とか、1350回とか見てもらってるんですけどね。はい。さあ、じゃあ今日の本題の方に入っていきたいと思います。前置きが長いですね。九州工業大学っていうのが福岡県にあります。九州工業大学の推薦試験を受けに行った私の教え子の話なんですけど、面接試験と書いてあるから、なんだ、科目試験はないぞというふうに甘く考えて言ってみたら、面接試験の時にポンとこの4時間数のですね、式がホワイトボードに書いてあって、そして4つ、そのグラフが書いてあって、この4時間数が表しているグラフはこの1番から4番の中のどれだというふうな面接試験になったわけですね。面接試験なのに数学の試験なのっていうのですね。これちゃんと気をつけておいてくださいね。九州工業大学って、福岡県の学生が珍しく合格している大学です。なんでかっていうと、九州工業大学ってめちゃくちゃ数学の配点大きいわけですよ。だから、福岡県内は、福岡県内の大学受験生というのは大学受験が全く分かってないから、塾や予備校も当然分かっていないから、塾や予備校に行って数学でいっぱい数学の授業を取ってるわけです。だから、数学勉強したってどこの大学にも合格しません。はい。もう福岡県外では数学を勉強しないっていうのは当たり前ですから、数学勉強したって意味がないっていうのは大学受験でよく分かってるので、福岡県の学生たちだけ数学を勉強してるわけですよ。だから、九州工業大学だけは数学の配点が大きい。つまり、数学にこだわっている大学なので、こうやって面接試験、推薦試験でも数学をねじ込んでくるんですね、面接試験なんかで。だから福岡県の学生っていうのは九州工業大学だけはやたら受かってるんですよ。なんでかなっていうと、やっぱ数学の配点でかいから、福岡県外の学生たちは九州工業大学の牙城だけは崩せないんですよ。福岡県内の国立大学という国立大学も福岡県は全然受かってません。で、福岡県外ばっかり受かってます。なのに、九州工業大学だけは、どうしても福岡県の学生が多いんですね、これは。しょうがないです。福岡県の学生だけは、もう大学受験のことを全然知らないので、福岡県だけ一人負けですからですね。ただし、その数学ばっかりやっている福岡県の大学受験の間違った受験指導ですね。という中で、唯一これが有効中ですね。九州工業大学が有効。で、これを受けたのは、私が熊本で教えてた時の熊本の教え子だったので、当然熊本県は福岡県と違って、数学絶対勉強するなと、数学勉強したらもう合格しないぞっていうようなことでやっている県だからですね、福岡県と真逆の大学に受かる方法をやってますから、福岡県は数学を勉強するという大学に絶対合格できなくなるような方法をやってますから、その子は結構苦しんだんですよね、この面接試験で。で、前に出てホワイトボードのところで、まあ、そこの面接官の九州工業大学の先生方のいろいろアドバイスなど誘導を受けながら、じゃあ増減表を書いてみてごらんよというようなこ
ことでですね、増減表を書いていくと。まあ、3番、4番はこれ3時間数だから、もう一発で違うっていうのが分かるんで、勝負は1番か2番の W の形か M の形かっていうんですね。W の形は A のところが正、M の形は A のところが風なんですけれども、まあ、最近の子供たちって、4時間数で習わないんですよね。いいですか。もう、学びエイドで香川先生でおすすめの数学の先生いますけども、新数学導入基礎っていうところの3章の1の16っていうようなところで、これ4時間数を教えてますので、ちゃんと見とった方がいいですよと。九州工業大学とか受ける人はですね。はい。まあ、そういうことで、香川先生の学びエイドとかですね、めちゃめちゃおすすめです。94時間34分もあるんですよね。東進とかだったらこれだけでもう2万円ですよ。月謝2万円相当の分量ありますよ。2講座取ると90時間だからですね、東進の場合。それで20万かかりますから、もうこれだけでも20万円以上の価値があるわけですよ。めちゃめちゃ香川先生人気です、数学は。で、医学部とか受ける子たちも受けてます。で、結構ですね、その下から上までしっかりフォローしてある授業なので、たっぷり入ってますからね、授業が。だからまあ、その自分の必要なところだけ受けてください。これ、1A も 2B も 3も全部入ってますから、これだけ長い時間なんですよ。うん、だから自分の必要なところだけ受ければいいと思うんですね。うん、3はいらないとかですね、1A が必要だとかいうことで、香川先生おすすめです。数学を受けたいっていう人はですね。はい。さあ、ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録をお願いします。それで、下の方に私のブログとか、あとお問い合わせシートとかもありますので、遠慮なく送ってみてください。はい、ということで、今日は以上です。